霊夢は、F1 参戦を計画した軽自動車メーカーを知っているか？どういうこと？エンジンパワーが足りなさそうだわ。果たしてそうかな？じゃあ今回は、F1 参戦を計画していた、意外な日本のメーカーについて紹介するぜ。時代に合わなかった F1 エンジン。言わずと知れた国産自動車メーカーであるスバルにも、F1 に参戦していた過去があるんだぜ。スバルはラリーのイメージが強いけど、なんで F1 に参戦したの？当時、スバルのモータースポーツ部門の幹部と、ドームの林実らが酒の席で市販のスーパーカーを作ろう。っていう話になったのが発端だったんだ。最初は、市販のスーパーカーだったのね。ああ。そこから林からイタリアのレーシングエンジンメーカー、モトーリモデルニを紹介され、紆余曲折を経た結果、同社と共同開発でスバルの特徴である水平対向エンジンの技術を活かした F1 エンジンを開発し、F1 参戦することになったんだ。酒の席での話がきっかけで、F1 に参戦することになったのね。そうだな。しかも、当時のモトーリモデルニにはフェラーリやアルファロメオ F1 エンジンの開発を手掛けたカルロ・キティ博士もいたんだ。だから、かなり本格的なものになったんだぜ。それで、どこのチームに搭載したの？当初、イタリアの名物プライベーター、ミナルディに搭載予定だった。実際、実車に搭載してテスト走行まで行われたんだ。だが、当時成績好調だったミナルディは、こう判断した。パフォーマンスが不透明な新規参入メーカーのエンジン搭載をリスクに感じて、この話をなかったことにしたんだ。いいシャシーを作ってもエンジンがダメだと成績が振るわず、スポンサーが減って悪循環に陥ったりするからね。そうだな。そのため、イタリアの新興チーム、コローニとの話をまとめて、1989年末にスバルがコローニの株式を半分買い取った。1990年シーズンからスバルコローニとして参戦したんだ。新規参入だと、新興チームにしか相手にしてもらえないのね。絶対ではないが実績があるチームほど新規参入メーカーとは組まないよな。そして、マシン搭載エンジンは、最高出力600馬力以上、最高回転数は1万3000回転に達するとされたぜ。3.5L 水平対向12気筒エンジンが実戦投入されたが、全然うまくいかなかったんだ。どうして？見るからに凄そうなエンジンじゃない。この当時、F1 には40台近くがエントリーしていた。決勝に出走できるのは予備予選、予選を勝ち抜いた26台のマシンだった。コローニのような新興チームには高い壁となって立ちはだかっていたぜ。そんなルールがあったのね。そして、スバルコローニは初戦アメリカグランプリでトラブルでまともに走れず、予備予選トップが1分30秒台で回る中、5分15秒を記録して予備予選落ち落ちしたんだ。そのタイムだと、まともにアタックができていない感じね。ああ。そもそも水平対向エンジンは低重心というメリットがある一方で、構造上エンジンが横に広くなるため、当時の F1 マシンの設計思想と合わなかったんだ。エンジンが本来の力を発揮できないわね。その後もパフォーマンスが上がることはなかった。一度も予備予選を通過することができずに、第8戦イギリスグランプリをもってスバルは F1 から撤退したんだ。コローニの株式を買い取って参戦していたけど、その後はどうなったの？スバル離脱後、コスワースエンジンを搭載したんだ。なんとか予備予選を突破できるようになったが、成績は上向かずに、この年限りでチームは売却されたんだ。参戦台数が多かった時代背景もあるけど、厳しい結果になったのね。予想外の産物。イスズは現在、商用車だけで個人向けの車は生産していないが、かつては F1 エンジンを開発したことがあるんだ。そうなの？イスズはトラックのイメージしかないから意外だわ。イスズはかつて、トヨタ自動車日産自動車と並んで日本自動車産業界御三家と呼ばれていたんだが、そんな御三家の中でもイスズは戦前からディーゼルエンジンの開発を得意としていて、ディーゼル車生産では、日本を代表するメーカーだったんだ。今でも、イスズの車ってディーゼルのイメージあるわ。ああ。だがそんなイスズもジェミニやアスカといったガソリンエンジンの市販車を販売していて、ディーゼルの商用車のイメージから脱却し、トヨタや日産のような総合自動車メーカーを目指していたんだ。そんな時期があったのね。だが、イスズは当初から F1 参戦が目的でなく、レース出場もしなかったがな。じゃあ、何が目的だったの？自社のエンジン技術力の確認と、技術力向上が目的だったんだ。だから、当初は走行テストの予定もない、たった4人のプロジェクトだった。F1 のプロジェクトにしては、随分小規模ね。そうだな。エンジンを作ってベンチテストを行って終了する予定だったからこのくらいでよかったのかもな。そのベンチテストって何だったの？ベンチテストは、エンジンなどの車を構成する部品を作業台に備え付け、稼働させて行う試験だぜ。性能や耐久性、排気効率などを計測するためだ。つまり、エンジンを作ってみて当時の他の F1 エンジンのデータなんかと比べたり、
日常使用以上の負荷をエンジンにかけて実験するって感じ？そういうことだな。それで、1990年1月に当時の F1 の規格に合わせた 3.5L の V12 エンジンの開発が始まって、同年12月に P799WE という型式の1号機が完成した。開発にほぼ1年かかったのね。性能はどうだったの？当初の予定だと、完成したエンジンをベンチテストして終わりだったが、予想を超える出来だったため、実車のテスト走行まで実施された。予想以上のものができると、人間欲が出てくるものね。だが、このプロジェクトではそんな想定はなかったので、搭載するマシンもなかった。当時、イスズと資本関係の GM 参加の F1 チーム、チームロータスに協力を依頼したんだ。でも、F1 の中でも V12 エンジンを作ってたところって多くないからすんなり搭載できたんじゃないの？いや、当時のロータスはジェット V8 エンジンを搭載していたので、イスズの V12 を搭載するために、ベルハウジングの製作に加え、エンジンマウント、カウル形状を変更する必要があったんだ。結構、大掛かりな改造が行われたのね。結果はどうだったの？当時のロータスのレギュラードライバー、ジョニー・ハーバートがシルバーストーンでテスト走行を行った。同日にテストを行っていたマクラーレン・ホンダのアイルトン・セナから6秒落ちの1分30秒台のタイムだった。初めて実車に乗せたエンジンで、そのタイムはなかなかだったんじゃないの？そうだぜ。しかも、最高速はイルモアエンジン搭載のレイトンハウスより速かったみたいだからな。それで、ロータス側の反応はどうだったの？チーム代表のピーター・コリンズやハーバートから高評価を受けていたみたいだったぜ。だが、イスズは F1 に参戦する気が全くなかったため、このプロジェクトはここで終了したんだ。実際に参戦となると、コストやリソースなどの問題があるけど、イスズが F1 参戦するのも見てみたかったわ。F1 目前まで行った幻のエンジン。スズキといえば、二輪車と軽自動車をメインに製造販売を行っているぜ。レースでも二輪の元グランプリではおなじみだが、かつて F1 参戦計画があったんだ。スズキにもそんな時期があったのね。スズキの場合もイスズやスバルと同じく、日本の F1 ブームの真っ只中の1990年代初頭に、F1 エンジンの開発を行う極秘プロジェクトプロジェクト R4 を発足させていたんだ。当時、みんな F1 に関わろうとしていたのね。なんせ、地上波で全線中継されてたからな。全線地上波で見られるってのは、今じゃ到底考えられないわね。確かに、F1 を走る広告塔として考えたとき、その影響力は無視できなかったんだろうな。このプロジェクトはどんな感じだったのかしら？プロジェクトリーダーをスズキの名物エンジニアである横内悦夫さんが務めていたぜ。1991年に開発製作されたスズキ F1 エンジン YR91 は 3.5L V12 型エンジンだったんだ。ベンチテストでは当時のチャンピオンエンジンであるマクラーレンホンダの RA121E に匹敵する730馬力を発生していたと言われているぜ。ベンチテストの通りにはなかなかいかないんだろうけど、それでもすごいことね。そうだな。この話を聞きつけたレイトンハウスマーチが F1 での上位進出を狙っていたため、スズキとの交渉を始めたんだ。どんな交渉なの？レイトンハウスがチームを売却し、実質スズキのワークス形式で F1 エントリーする話だった。レイトンハウス側からスズキに話を持ちかけてるのも異例だし、自らのチームを売却しようってのも異例ね。確かに、そうかもな。この話はほぼまとまりかけていたんだが、レイトンハウスのオーナー、赤城明が不祥事を起こしたり、バブル崩壊による日本の景気停滞があり、実現しなかったんだ。あらら、凄そうなエンジンだっただけに実戦で見られなかったのが残念ね。ああ、スズキは1995年に再び F1 エンジン開発を行って、ベンチテストまでやったらしいんだ。だが、この計画も実車走行には至らずに、スズキの F1 参戦は幻となったんだ。HKS。最後に、HKS の F1 参戦計画を取り上げるが、霊夢は HKS って知ってるか？知らないわ。HKS は老舗のチューニングパーツメーカーで、市販用エンジンを元に競技用エンジンを製造しているんだ。なるほどね。チューニングパーツメーカーがなんで F1 に参戦しようと思ったの？ HKS は1970年代にボルトオンターボチャージャーがヒットしたことで成長を続けていたんだ。そんな中1980年代中盤頃、NA エンジンの技術向上を目指す時代の流れがあったんだ。そのため、F1 が1989年にターボエンジンを全面禁止して NA エンジンに移行することになったんだ。タイミングがいいわね。そうだな。そのタイミングに合わせて1990年1月、完全オリジナルの F1 エンジン開発プロジェクトが始まったんだ。当初、国内レースで関係の深かった三菱との共同プロジェクトかと誤解されたが、自動車メーカーとの連携はなく、HKS が単独で行っていたプロジェクトだったんだ。チューニングパーツメーカーが単独で F1 エンジンを作るって、すごいことね。そうなんだ。
実際、H ケースは約1年半の開発期間を経て1991年6月、3.5L、V12 の 300E を完成させていた。ベンチテストを重ね、その出力は680馬力だったらしいんだ。どこまで進んだの？さらに1年半後の1992年12月、エンジンを F3000 マシンに搭載し、富士スピードウェイで実走行テストを行ったんだ。タイムはどうだったの？タイムは当時の F3000 のコースレコードから5秒落ちという結果だった。だが、それ以上にチューニングメーカーが作り上げた F1 エンジンということで話題を呼んだんだぜ。改めて聞くと、すごいことよね。この後はどうなったの？ベンチテストや開発が続けられたんだ。このエンジンでの走行テストはこの一度だけで、F1 マシンへの搭載や、実戦投入されるには至らなかったんだ。だが、F1 エンジンを作れたのは、H ケースの高い技術力と開発エンジニアたちの熱い思いがあったからだぜ。やっぱり、F1 の世界ってハードルが高いのね。そうだな。F1 は広告効果や技術開発の面で利点があるが、莫大な資金、優秀な開発者が割かれてしまう欠点も大きいんだ。それでもいずれ、新しい日本メーカーが F1 に登場して世界中のファンを驚かせてほしいんだぜ。他にも印象に残るメーカーがあれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。